はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーです注目材料3分で解説しますはい、3月12日21時30分アメリカの2月消費者物価指数が発表されます ICPI は消費者が購入する医療食料品サービスなど約200品目の価格の変化を調査したものでインフレ動向を見る重要な指標となっております 米国の利下げ開始時期や今年の利下げの回数を見通す上でヒントとなり得るため、市場は結果に注目しております。第、はい、2月、CPI を見る上でのポイントは3つです。まずは1つ目。1月の CPI は前年比で3.1%の伸びとなりました。伸びは前月の3.4%から鈍化したものの、主に住居費の上昇で市場予想の2.9%を上回りました。 一方で変動の大きい食品とエネルギーを除く、飽ア指数は前年比3.9%と、伸びは横ばいでした。2、はい、つ目です、物の価格は0.3%下落し、12月から横ばいだったのに対して、ガソリン価格や家賃などの低下が一服しつつあるなど、足元ではサービス分野を中心に、インフレ圧力が下げしぶる兆候を示すデータも散見されております。 はい、3つ目です。はい、クリーブレンギンが発表するインフレーションナウキャスティングでは、インフレ低下の一服感が意識される一方、コア部分のインフレ圧力は引き続き緩和すると見込まれております。はい、基調的なインフレ鈍化傾向は続きそうですが、インフレのしつこさが意識されるかもしれません。はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。はい、YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと、 通常の口座開設特典2000円と新規取引1回1万通貨10ドット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、いそういうことで、市場予想ですが、総合の前月比は0.4%、食品やエネルギーを除いたコア指数は前月比0.3%、それぞれ増加する見込みとなっております、はい。チームハロンスとしましては、住居費の上昇やガソリン価格の上昇は、インフレ鈍化への障害として意識されると考えておりますが、コア部分のインフレ低下が FRB の6月利下げを後押しすると考えております。 はい、結果発表直後ドル円は下向きに反応すると考えております。はい、こちら、直近10回分の早分かりの結果です。ご参照ください。はい、ご案内しました通り、3月12日21時30分、アメリカの2月 CPI が発表されます、はい。21時開始のライブ配信番組内で2月アメリカ CPI の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。 はい、また、リアル口座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間が、えー、ありましたら、ご視聴の方よろしくお願いします。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。